どうもキスケです。今回はドラゴンクエストライバルズ再開と誓いのロトゼタシア、新しいレジェンドカード3枚ちょっと情報が出たので見ていこうと思います。はい、いや、まあどんどんねドラクエ11のキャラクターがこう揃ってくるっていうのは、まあ11をプレイした身からするとね思うところがありますよね。うん、まあ実際ライバルズ11のカード結構初期の頃ぐらいから揃っとったんですけど、神とか、マルティナとかもうほんま初期ですよね。うん、まあそれでもやっぱ新しく再録されるっていうのはいいですよね。ベロニカもセーニャもこうなんていうの、格好が変わったりとかね。うん、ベロニカ猫になっとったりとかしとったしローは王様の頃のローやし、まあいいですよね。そういうイラスト違いってだけでもなんか感動するというかということで早速1枚目のレジェンドカード見ていきましょう。こちら、はい、グレイグですね。最後の砦の英雄グレイグということで、壮大なネタバレですねまあグレイグが実装されたタイミングでもネタバレされとったよね。うん、もう冒険者ついてるし、あ、そういうことみたいな感じのネタバレは、まあ、言われとったんですけど、4コスト3号の戦士専用のレジェンドレアカードですね。仁王立ち、連携、正面にいるすべての敵ユニットに2ダメージ、敵が死亡するたび攻撃力プラス1ということでどうなんかな。だから貫通で2点ダメージ与えるってことやろ。まあなんかこれ見ると、まあ、あっちのグレイグの方が強くないっていう感じはありません。うん、なんかレジェンドレアっていう感じはしないですよね。うん、まあでも正面2点吐いて攻撃力2上がれば4コスト55の仁王立ちって考えると、まあ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 強いかなっていう感じはするんやけど、どうなんかな。まあでも2点を2箇所に吐けるっていうのはまあ優秀か。うん、普通に入りそうですよね。前のグレイグみたいにとりあえずグレイグ入れとくかみたいな、なんかそういうユニットっぽい感じがしますね。はい、どうなんかな。次の環境の戦士属戦士はどうやって戦うんかな。どういうカードありましたっけ。まあなんかこいつが起点になって戦っていくっていう感じではなさそうなんで、でしかもレックスも相当弱体化してるんでね、どうなんのかなっていう感じはあるんですけど、まあまだ新しい英雄カード出ますよね。多分アンチ英雄も出ると思うしちょっとね喉の調子が悪いんやけど、うん、まあ悪くない、なんかいつでもポンと使えそうな、なんかちょうどいいユニットって感じはありますね。はい、それではお次のカード見ていきましょう。こちら、はい、ホメロスですね。6コスト47、連携、次のターン相手はユニットを前列に召喚できない、自分のターン終了時後列にいるすべての敵ユニットと敵リーダーに3ダメージということで、これまあ魔剣士専用のレジェンドレアカードなんですけど、これ結構言われてますね。これやべえんじゃねえかっつって、うん、僕もそう思います。めちゃめちゃ強いと思います。まあ基本だから、そのなんていうの、初期の頃のさピサロっていうのはさ、なんか後ろに4点ダメージ吐く特技カードとかありましたよね。なんちゃらの豪華みたいな、だからああいうのを彷彿させるような高烈ダメージカードみたいな感じで、まあ、追加されてるとは思うんですけど、これめちゃめちゃ強いですよね。めちゃめちゃ強い。まずその前列に召喚できないってことは、後列だけにしか召喚できないっていう、うん、まあ一ラインしか召喚できないってなるんですよね。じゃあどうなるかっていうと、まず煉獄長とかその辺のカードがもうぶっ刺さるわけですよ。僕が強いなと思うのはやっぱこの前列に召喚できないっていうところも含めて強いと思うので、まあ魔王ピサロがまためちゃめちゃ強なるんちゃうかなっていう。今でも結構強いですよね。やっぱエビルプリーストに繋がれちゃうと、なんかそのまま負けちゃうみたいな
そういうのが結構多いんですけど、さらに盤面除去能力が高くなったピサロが次の段では暴れるんじゃないかっていう感じはしますね。ホメロスこれ絶対強いよ、絶対強い。まあ、この敵リーダーに3ダメージもじわじわ痛いでしょうね。しかもまあこれ自分のターン終了時なんで、指導みたいに、新しい指導みたいに毎ターン発動するから残せないですよねこいつも。で7コストでしょ、きついよね。その、まあ、連携で次の相手のターンは、まあ、前列に召喚できない、これ1回しか発動しないんですけど、そっからもこのホメロスが除去できないと基本的には後列にユニットは置けないですよねこれ、ってことは前列に並ぶわけですよ、縦に1ライン、そこに煉獄長ぶっ放せばもう勝ちですよね。だから相当強いと思います。まあでもこいつ何も持ってないんで種族をね、だからまあそのサーチするとかはできないんですけど、それでもやっぱ強いと思う。引けた時のアドバンテージとか、まあ煉獄長と絡み合った時とか、そういう時がめちゃめちゃ強いと思うんで、これは強いよね。でそもそもホメロスというこのカードが出たことによって後列3点をちょっとケアしないといけないっていうことが、まあ、起こるわけですよ。まあ今の環境で言うとククールの、マルチロ、グランドクラスに4点ダメージ吐かれるから、そこはちょっとケアしておこうっていうのが、まあ、ピサロ相手でも、出てくると、後列に3点吐かれるからちょっと置けないなとか前列に並べとこうっつって、でホメロスが出てないのにこうホメロスをケアして煉獄長をがっつりと刺さってしまうみたいな、なんかそういうカードですよね。なんかもうケアさせてケアしたと思ったら別のカードが刺さってみたいな、でケアしなければしないでホメロスが刺さるみたいな。だからねめちゃめちゃ強いと思うこれ。僕はもう10点満点中10点あげたいなっていうぐらいですね。ヘルス7も高いしね、これは強すぎんじゃねえかなっていう感じはしますね。もうふざけんじゃねえよっていう感じはあります。もうピサロめちゃめちゃ増えそうですね、新しい環境始まったら。はい、お次のカード見ていきましょう。こちらです。はい、マルティナですね。いいですね、バニーですね。武闘家ですねやっぱり。で3コスト33冒険者、連携後列にいるすべての敵ユニットを前列に移動させる、スキルリンク合計7点ダメージを、敵で前列のランダムなマスに割り振るということで、まあだからその連携発動するタイミングっていうのはやっぱテンションが3つ溜まった状態でマルティナ出して前列におびき出して、そのまま溜まった状態のテンションスキルを発動させてスキルリンクを発動させるみたいな、そういう使い方ができるので非常にいいカードだと思います。めちゃめちゃ強いと思う。で初期のもうスタン落ちしちゃったマルティナもなんかこういう能力でしたよね。7点を割り振る5コストか6コストの、まあなかなかいいスタッツした、まあ、ユニットだったんですけど、まあそれですよ。なんかそういう匂いを醸し出してるカードではあるんですけど、まあこれが3点で使えるっていうのが超強くない？3コストで使えるっていうのが超強くない？もうちょいコスト重くてもよかったんじゃないかなとは思うんやけど、まあだから3コスト4コスト5コスト、まあだから中盤前半ですよね、前半のあたりでこのマルティナがぶっ刺さってしまうと、まあ、アグロとかその辺はもう崩壊するでしょうねやっぱり。その低コストをたくさん並べるカード、例えば今流行ってるスライムゼシカとかその辺にはマルティナがぶっ刺さりそうなんですけど、まあでもこういうなんていうの、最近ではあまり見ない前列に対するダメージ、まあその武闘家ならではのカードっていう能力っていうか、まあそれが復活してきたっていうのはまあいいことなのかなっていう感じはしますね。まあ武闘家のレジェンドは強いっすよね全部。
低コストで全部強い。ブライとか、あと誰だったっけあいつ、クリフトかクリフトとか、まあその辺、プオーンとかね、低コストでめちゃめちゃ仕事するようなカードが多いから、多分これも強いんじゃないかなと思います。てかまあ書いてることはめちゃめちゃ強いんでね、まあランダム要素はあるけど、相当次の環境を武闘化、まあ、マルティナのおかげでなんかのデッキがこう復活するみたいな、そういう感じがしますよね。はい、ということで以上ですね。以上で3枚のレジェンドレアカードを紹介し終わったんですけど、いかがだったでしょうか。まあこう見るとね、グレイグやっぱちょっとパワー低いかなっていう、こいつらに比べちゃうとね、やっぱホメロスがね、僕はね相当やるんじゃないかなと思ってます。で、めちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃかっこいい、まあ落ちたホメロスですね。まあホメロスのことを思うと、ホメロスにもちょっとまあかわいそうなところはあったとは思うんですけど、闇落ちしたホメロス、楽しみですね。次の環境のピサロが、多分リリースされた当日ピサロを湧きまくりだと思いますよ。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。